は鎌倉野菜の連売でクリスマス用の野菜を買いに来ました。ですね、サラダセット、いろんな色が入ってるんで、これを取ってラディッシュですね。今度はこの温野菜を買っていこうかなと思いますね。このビタミン大根を、あともう一つ黄色い人参を買っていこうと思います。5種類あります。はい、であとはお任せで、あ、はい、じゃ あの好きなのを取ります。はい、いろんな種類があるんでね、好きなのね取ってきます。今連売から野菜を買って帰ってきたところです。はい、こんな感じで野菜をいっぱい買ってきたんですけれども、鎌倉野菜のクリスマスディナー作っていきます。まず最初に作るのはキャロットケーキです。キャロットケーキの材料、15センチのケーキ、人参 100g、卵1個、きび砂糖 50g、サラダオイル 50ml、薄力粉 100g、重曹小さじ2分の1、ベーキングパウダー小さじ2分の1、シナモンパウダー小さじ4分の1、くるみ 20g、フロスティング、クリームチーズ 60g、粉砂糖 50g、無塩バター 30g、 室温で柔らかくしておいてください。バニラエッセンス少々、以上です。卵を溶いてきび砂糖と混ぜます。サラダオイル 50ml を加えて混ぜます。で、今度は人参をスライサーでスライスしますね。こういう千切りスライサーですね、これを使ってください。すりおろすというレシピあったりしますけれども、正しいのはこういうふうにスライサーで、まあ千切りですね、これが正しいキャロットケーキなんですね。正しいというのは本場イギリスのキャロットケーキです。この中にですね、入れますね。それで、混ぜます。まあ、今回黄色い人参使ってますけどね、普通のオレンジの人参で大丈夫ですから、キャロットケーキの場合、人参何使ってもね、同じです。はい。薄力粉、重曹、ベーキングパウダー、シナモンパウダーをふるい入れます。はい、ふるい入れましたら混ぜますね。またで、今度はくるみをですね、砕きますね。混ぜます。生地をですね、型に入れますね。この型は油を周りに塗ってあります。じゃあ180度に温めておいたオーブンに入れますね。30分ぐらい焼いてください。次はですね、鎌倉野菜の温野菜作っていきます。材料2人分、鎌倉野菜の温野菜セットを1袋、約 500g、 オリーブオイル大さじ2、塩適量、まあ程よいサイズに、まあ、このように切ってあるんですけれどもね、これをさらに自分の好きな形にですね、切っていきます。まあいろいろ工夫しながらですね、遊びの感覚で、これがいいな、なかなか。では、こんな風にですね、
まあ、いろんな形に切りました。もう30分経ったので串刺してみますね。大丈夫そうです。鍋にオリーブオイル少し入れて、でそこに、さっき切った鎌倉野菜を入れます。残りのオリーブオイルをかけましょう。蓋をして、はい、弱火です。で、弱火でですね、5分このまま蒸らし炒めをしていきます。はい、5分しましたので、このタイミングで蓋を開けてちょっとだけ混ぜます。はい、こんなもんでいいですね。はい、でまた蓋をして5分。はい、また5分しましたので蓋を開けてちょっとだけ混ぜますね。はい、じゃあまた5分、このまま蒸らし炒めします。ではまた5分しましたので開けます。あ、いい感じですね。こんな感じで野菜にですね透明感が出てきたら、塩ですね、少々で、またざっくり混ぜてですね、でまた蓋をしてまた5分。はい、でまた5分ぐらいしましたのでね、こんな感じです。ちょっと串を刺してみますね。まだちょっと硬いですね。野菜に串がスーッと通るくらいまで蒸らし炒めしますのでね、まだちょっと早いみたいです。もうまた5分でしょうかね。また5分しましたのでちょっと開けてみます。おお、いい感じですね。今度は通るかな。あ、大丈夫そうです。じゃあここで火を止めます。今度はですね、このカラフルなジャガイモを使ってハッスルバックポテトというのを作りますね。材料2人分、じゃがいも 400g、 エクストラバージンオリーブオイル大さじ2、バター 10g、 にんにく1かけ、ハーブ少々、自然塩少々。ではこのじゃがいもにですね切れ目を入れていきます。切れ目を入れるときにですね、下まで、切っちゃうと切れちゃいますから、だいたいですね4分の1ぐらいのところで止めます。で、3ミリ間隔ですね。はい、でまた3ミリ。では切れ目を入れました。水にさらします。はい、でまた今度次のですね、じゃがいもを切っていきますね。はい、入れるときにね少し広げてあげて入れると。鍋にエクストラバージンオリーブオイル大さじ1、バター 10g、 にんにく半分を潰して入れて火にかけます。でバターが溶けたら火を止めてください。こんなところですね。はい、はい、オーブントレーにですね、クッキングシートを、敷いてじゃがいもを置いていきますね。バターとニンニクとエクストラバージンオリーブオイルを混ぜたものをですねかけます。220度に温めておいたオーブンに入れます。はい、これで、40分
焼きます。では先ほどの鍋にですね、エクストラバージンオリーブオイルを大さじ1で、残りのニンニクですね、をスライスして入れます。あとですね、ハーブ、今回はですね、ローズマリー使います。オレガノなんかでもいいですね。火にかけます。弱火でこのままニンニクが色づくまで熱していきますね。色づいてきましたので、じゃあこの辺で火を止めましょう。はい、ハッセルバックポテトの方が焼き上がりました。なんか芋虫みたいですね。はい、鍋にかけたものですね、これをですね、今度はこの出来上がったハッセルバックポテトの上に最後に、塩ですね、というところでハッセルバックポテトが出来上がりです。次はですね、サラダを作りますね。鎌倉野菜のリース風サラダ、はい、それとですね、あともう一つはビタミンツリー。今回ですね、ドレッシングは両方とも同じドレッシングで、いきますので、一緒に作っちゃいます。材料2人分、鎌倉野菜のサラダミックス1束、 250g、 ビタミン大根 200g、 キーニンジン 150g、赤大根 100g、 あと三浦大根 100g、ドレッシングですね、エクストラバージンオリーブオイル大さじ4、ワインビネガー大さじ2、塩少々、ワインビネガーに、塩少々入れますね。混ぜます。で、塩がだいたい溶けたら、エクストラバージンオリーブオイルを、少しずつ加えていきます。ドレッシングができました。で、最後にですね、かける前にもう一回ちょっと混ぜてからかけてください。このスライサーでですね、切っていきます。鎌倉野菜のサラダミックスの中に入ってたですね、紫水菜とですね、からし菜、これをですね、だいたい4センチぐらいでいいかな、いってきます。先ほどのですね、ビタミン大根の中にこれを一緒に入れます。もう一回混ぜます。まあ適当にかけましょう。はい、大さじ2ぐらいでいいかな。盛り付けていきましょうか。クリスマスツリーだと思えば、ああそうかな、うん、いい感じです。はい、さっき作った鎌倉野菜の温野菜をですね、このように周りに置いていきます。ビタミンツリーと、鎌倉野菜の温野菜を周りに並べました。はい、残りのですね、サラダミックスをですね、やっぱり同じようにですね、大体、4センチぐらいにですね、切っていきます。かける前にもう一度よく混ぜて、
き人参ですね。5ミリぐらいに切ってきます、うん、この黄色い人参なんですけどね、さっきちょっと食べたんですよ、つまみ食いしたんですよ。ただね、すごく甘いんです。ですので最初はグラッセにしようかなと思ったんだけど、このままで十分甘いんですよね。なので今回はこのまま生で使うことにしました、はい。中が赤い大根ですね。これもやっぱり同じぐらいにまず、輪切りにします。まあ、ちょっと悪趣味かもしれないけど、こんな具合にですね趣味が悪いです、はい、ここはビタミン大根も仲間に入れてあげようかな。これ三浦大根の上の方です。で、上の方は大根は甘いんですね。で、特にこの三浦大根の場合は上の方が本当にね、フルーツみたいな食感なんですよ。みずみずしくて甘くて、これをですね、ちょっとくり抜きたいと思います。ってな具合にですね、はい、ビタミン次ですね。感じで、リース風サラダできました。いよいよ最後の料理になりました。ラディッシュのカナッペいきます、はい、材料2人分、ラディッシュ 100g、 クリームチーズ 50g、 こんな具合にですね、しっかり自立するようにですね、切るというのがここでは、大事です。はい。ラディッシュの葉っぱは生で食べられるんですね。柔らかいので。こんな感じで、ラディッシュの葉っぱで。鎌倉野菜を使ってクリスマスディナーを作りました。鎌倉野菜というとやっぱりカラフルの色彩豊か、それがやっぱり何といっても特徴ですよね。お料理をこう作るとですね、なんかこうワクワクしてくるようなお料理ができます。そういうですね、鎌倉野菜ですので、鎌倉までですね遊びに来たらちょっと連売に行ってですね、面白い鎌倉野菜を見つけてください。それで買って帰ってですね、こんなですね本当
当にあの華やかなお料理が簡単に作れちゃいますから、ぜひですね、前で野菜ちょっと買いに行ってみてください。はい、ということでですね、またですね、連売で売ってるようなですね、鎌倉野菜を使って季節のですね、まあ、イベント、まあ、クリスマスに限らず、まあ、いろんなイベントありますからね、まあ、それにぴったりのお料理をご紹介していきたいななどと思っておりますので、また見に来てやってください。じゃあまた。